はいどうも、茨城ダラダラ探検隊隊長の龍でございます。今日はですね、霞ヶ浦総合公園でチューリップのね動画、もしかしたらねこの食べ物の前に上がってるかもしれないですけども、その帰りにね、かすみさん、スーパーのかすみによって、買ってきました。はい、マグロ、ネギトロとイクラサーモン重ですかね。お寿司食べたくなって、スシローとかどっか寄って帰ろうかななんて思ってたんですけども、なんかねすごく疲れちゃってね、睡眠時間あんまり寝てなくて、それで起きてね撮影に行ったんで、もうねなんか疲れと睡魔が襲ってきちゃって、今ねちょっとね寝てたんですけども、それで起きてね食べようかなという感じです。はい、そんな感じです。はい、でこれが豚汁です。はい、うちの豚汁はね豚バラと大根とネギとあとなんだオクラか、オクラ多分入ってると思いますけどね。オクラ、あ、入ってないのかな。あ、オクラがねこんな感じでボロボロというかとろけちゃってますね。あと舞茸なんかも入ってます。はい、こんな感じで食べていきたいと思います。はい、じゃあわさびとね、ちょっとわさびをね醤油で溶かしていこうかなと思ってます。はい、よいしょ。よし、じゃあこれちょっとねメインはねやっぱこっちなんでね揚げていきたいと思います。どうやって開けるの。あ、ここにねわさびと醤油が入ってましたね。はい、これは今度は使いましょう。これを今回はねわさび醤油、このわさびを溶かしてそれをねもうかけていきたいと思います。これってこれからねサムネ作りますけども、あ、サムネ用にちゃんと写しておきましょうか。ちょっとなんか暴れてますお箸がね。ちょっとねティッシュ、はい、ティッシュもあってこれね汚れちゃいましたんでね拭きましょう。もうね、サムネ用にこんな感じで、あ、ちょっとこの辺もない方がいいかな。これもない方がいいかな。はい、ということで食べていきましょう。はい、それでねお話続きなんですけども、どうですかね、みんなはどうやって食べるんですかね。僕なんかはね今回これは溶かしてねかけていっちゃうかな、かけていきたいと思います。はい、よいしょ、ちょっとかけすぎかな。もうね全部かけちゃいましょう。ちょっとかけすぎたかもしれませんけども、いきましょう。まずねネギトロも、美味しい。まあ、ネギトロでねあんまり美味しくないっていうのを味わったことないですけども、でもたまにね何十回に一回か大外れするネギトロってあったりするんでね、これちゃんと美味しかったです。大丈夫ですね。
でこれがねちょっと気になったんですよ。これマグロだと思うんですけども、なんかマグロの色がねなんかテカってて、これ大丈夫ですかね。食べてみたいと思います。うん、美味しいですね。あ、美味しい美味しい。はい、あといくら食べてみたいと思います。うん、美味しいですね。いくらも美味しいです。うん、豚汁も美味しいですね。豚汁はいつも僕がね作ってます。はい、お味噌汁はね基本僕のね担当なんでね、いつも作ってます。大体豚汁かしじみ汁かで回してます。はい、この豚汁は何だろう、豚を入れなくてもね食物繊維を味噌汁で取りたいなと思ってて、ここにねやっぱりきのこ入れたり、あとはねごぼうなんかも入れたりするんですけど、最近はごぼうはきんぴらごぼうとか、なんだろう、ごぼう茶を飲んだりしてます。はい、とにかく味噌汁でしじみ汁じゃない時はこっからね食物繊維取りたいなと思って、だからオクラとかも入れてます。はい、そんな感じです。卵を食べていきましょう。うん、卵はね普通に卵ですね。はい、あとサーモンね、サーモンいきたいと思います。はい、うん、これがこのね498円ですもんね。まあ、醤油で込みで537円ですけど、今ね、うん、このぐらいの美味しいレベルでね、これだけいくら、サーモン、ネギトロ、マグロ、これだけついて、これがねこの値段で食べられるんですもんね。ほんと怖いですね。なんかこの前もニュースで、なんだろう、コンビニもこう惣菜コーナーが充実してるじゃないですか。で、スーパードライの何でしたっけ、生ビール缶だったかな、ちょっと生ジョッキ缶っていうやつですかね。そういうのもね発売して、今度ねそれ買えたらね、今ね売り切れなんですよね、コンビニどこ行っても。でもしそれが買えたら、生ビールとその生ジョッキ缶の検証動画みたいなの作りたいなと思ってたんですけども、ごめんなさい話がそれちゃいましたけどね。だから結局スーパーでお弁当を買ってもこんなに美味しく食べれるわけですよね。でコンビニのお惣菜コーナーでもものすごい充実してるわけですよ。だからもう外食産業、あと居酒屋とかもう完璧に潰しにかかってるじゃないですけどもね、コロナの影響で飲食店から結構お客様が消えちゃってる。その分そのスーパーとか居酒屋、あ、ごめんなさい、スーパーとかコンビニの惣菜でもう十分美味しいわけですよね。だからコロナがもし収束したとしても、なかなかもうね居酒屋とか飲食店に戻ってこないんじゃないかなんてね、ニュースになってましたけども、はい、確かにこういうの食べちゃうとこれで十分だなと思っちゃうんですよね。もちろんスシローとかはま寿司さんとかよく行くんですけども、あそこはあそこでね雰囲気とか、あそこに
行って食べるからまた美味しいみたいなのもあるんですけども、でも十分何が何でもそこ行かなくちゃいけないってわけじゃないですもんね。お寿司食べたいなと思ったらこれで十分家で美味しいですからね。はい、なんかねいろいろ時代が変わっていくのかもしれないですよね。はい、はい、余計な話をねいっぱいしたんでここカットするかもしれないですけどあ、美味しいですね。でもね、ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、お寿司をね食べ終わったのでちょっとお茶でね締めたいと思います。今ねお寿司、まあお寿司というかなんだっけ、マグロネギトロとイクラサーモン重を食べたんですけども、これなん、くくりは何ですかね、お弁当なんですかね、それともお寿司でいいんでしょうか。これから、まあ、動画を編集するときに多分悩んじゃうと思うんですけどね。一応ねお寿司が食べたくてあのかすみさんにね行ったんですよね。でお寿司をね買ってきましたって自分でそう思ってるんで、まあお弁当じゃなくてお寿司ということでいいでしょうか。はい、お寿司食べてみたにしたいと思います。ちょっと置いとくとねいいんですけどね、もうちょっと飲みたいんで。十分出ましたね。いただきます。前の動画でね何回か言ったことあると思うんですけどもね、20キロ太ったんで、20キロ21キロ太ったんで、あの手とかがねすごい太くなったんですよねそれなんでちょっとね編集とかで手が太いの、自分の太い手を見るとね、あー本当太ったんだなっていうのがね実感してね嫌なんですよねはい、もうどんまいということでしょうがないですね。もう痩せる気はね正直ないんで。やっぱあったかいお茶落ち着きますね。はい、ということでどうでもいい話をねダラダラとさせてもらったんで、多分編集でカットすると思いますけども、もし気まぐれで載せるかもしれませんけども、はい、ということでごちそうさまでした。またお会いしましょう。茨城ダラダラ探検隊隊長龍がお送りしました。バイバイ。